ろしくお願いします。はい、まず第一走走ってみて、はい、船足どうですか？はい、船足は普通だと思います。はい、特に特徴とか？特徴は、はい、今のところないですね。はい、でも普通くらいはあります。はい、スタートの見え方はどうですか？あ、もうスタート前節フライングしてしまったんで、もう慎重に行こうと思ってます。後半に向けて何か作業とかされますか？まあ、プロペラもう一回叩いて、いい方向に持っていきたいと思ってます。ガマゴーリー水面相性はどうですか？はい、いや、なんかガマゴーリーは、まあ、いつもなんですけど、そんないい印象がないです。愛知県は好きですか？いや、この前常滑でフライングして妨害もしてしまったんで、今のところいい印象はないです。もう愛知県次碧南にスタート特訓で愛知県また行ってきます。じゃ あの名古屋グルメでも食べてください。はい、そうですね、はい、名古屋コーチに食べたいと思います。で、前回、はい、勝ち釜出演していただいたときに、はい、フルマラソンに挑戦した。あ、そうなんですよ。次、北九州マラソン、はい、やっと合格できて、はい、次走ります。2月ぐらいに初のフルマラソン走ることになりました。一人でしました。はい、そのためにトレーニングとかします？はい、まあ、ジムに行って、まあ、軽くしかまだしてないですけど、徐々にやっていこうと思ってます。5キロぐらいですかね。5キロか、まあ、10キロぐらいはあるかもしれないぐらいです。それで何分ぐらいで走ります？いや、もう本当ゆっくりなんで全然いや、時間測ったことないです。じゃあフルマラソンはどれぐらいのタイムで走るとか、なんか目標とかってありますか？4時間。いや、もう基準がちょっとわからないです。はい、4時間で結構早いと。あ、そうなんですか。あ、はい、そしたら5時間以内で。はい、5時間も早いから。あ、そうなんですか。はい、頑張ってください。はい、頑張ります。じゃあ、すみません、最後に、はい、皆様に一言お願いします。後半も頑張ります。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい。はい、すみません。はい、ありがとうございます。YouTube とか。YouTube でも上がります。そうなんですか。はい。しっかり話してください。大丈夫です。ありがとうございます。